こんにちは、平井博明です。今回はですね、アイアンについていろいろお話しさせていただきたいと思って撮ってますけども、まずそもそもアイアンというのはもちろんウッドに比べて短くてピンを狙う番手と言ってもいいですかね。ドライバーとかヘアウェイウッド、ユーティリティというのはある程度距離を稼ぐクラブとなります。アイアンというのは自分の射程圏内をいかにピンに近づけるために打つかという道具と言ってもいいでしょう。なのでこのアイアンをどうすればうまく打てるかということについて少しちょっと解説をしていきたいと思います。平井博明のワンアップゴルフ。アイアンというのは地面に置いてあるボールを打たなきゃいけないので、まあ、難易度としてはドライバーよりは全然難しいですよね。ただドライバーよりもクラブが短いので、ある程度ミート率というのは、まあ、ドライバーよりはあるかなという感じなんです。なので得意不得意というのがすごく出るクラブなんです。どちらかというと僕はアイアンの方が得意かなという感じです。僕の勝手なアイアンのイメージですけども、球がめくれる、吹け上がるですね、ドロー、それの2つが強いですかね。ドライバーですとスライスして球が吹け上がらないでこう棒玉で飛んでくっていうイメージは僕の中ではありますけども、アイアンというのは球がこうふわっとホップしてめくれてドロー感じのボールというイメージがすごく印象が強いクラブがアイアンになります。アイアンをうまく打ちたいよという場合はドライバーよりも手打ちというイメージです。結構動画なんか見てると手打ち禁止、これが当てはまればあなた手打ち確定みたいなのもありますけども、僕ねすっごくゴルフ始めた時から思うんですけども、手打ちの何が悪いのっていう感じなんです。クラブ手で持ってますよね。手で持ってクラブを動かすんで、手が動いてなかったら間違いなくアイアンは当たらないと僕は思ってます。めちゃくちゃ声を大にして言いたいぐらい、そんな感じです。アイアンはとにかく手打ちです。でアイアンはって今僕言いましたけども、そもそもゴルフは体の動きよりもクラブの動きを意識してくださいって言いたいぐらい、それぐらいクラブの動きの方が体の動きよりも大事になってくるはずなんです。いくら完璧な体の動きをしてもクラブがまともに動いてなかったらまあ当たりません。なのでまずは自分の体の、いやこう切ってなんだらかんたらこうやったりとかってやってますけども、まずクラブがどう動いてるかというのが一番大事だと思うんです。なのでそこを意識して打っていただくのがまずゴルフのスイング、そこからウッドアイアンに枝分かれをしていくということになります。で先ほど今手打ち言いましたけども、ちょっと手打ちで打ってみていいですかね。ちょっと手打ち意識で打ってみます。びっくりするぐらいいい球です。それよりも印象が強いのはいい音、めちゃくちゃいいです。今のがもう8割手打ちです。体が体重移動とか体の回転がとか一切意識してないです。今の意識としてはこうです、この感じ。これじゃなかったらアイアンって当たんなくないですか。特にロングアイアン、ロングアイアンで要は体が動くってことは軸が動きますから、グリップの視点も動きます。グリップの視点が動いたら打点が変わりますよね。そりゃミスショット出ますって僕は思うんです。まず視点を決めなかったらクラブヘッドって動かないんですね。クラブヘッドが動いて初めてボールが飛んでいくので、視点ばっかりこうやって動いてたらヘッド、これ全然動いてないですよね。こういう状態のスイングにすごく近い方がアイアンが苦手と言ってる方がほとんどなんです。ここを気をつけてもらいたいです。まず視点を、グリップの視点を決めてもらう、特にアイアンです。アイアンはグリップの視点を決めてもらって、その視点を軸にこうやって動かしてあげる。そうすると勝手にヘッドが動くんですね。ち
と今の説明分かりづらいよという場合は、まずクラブをアドレスセットしてもらって、ヘッドを地面と平行まで上げてください。この地点でヘッドだけ動かしてくださいって言ったらこうなりますよね。この感覚に近いんです、スイングって。この感覚に近くて、それにほんのちょっとだけ体の回転を加えてあげる。そうするだけでクラブがすごく動くんですね。まずダフリシャンクは圧倒的に減ると思います。このアイアンショットのポイント、これを押さえていただくとアイアンの印象がガラッと変わると思います。ちょっとやってみてください。これがですね、ドライバーになってくるとまたもちろん変わってくるんですけども、アイアンに限っては視点を決めていただいてヘッドを動かす、まあ、簡単に言えば手打ちです。先ほど言った手打ちのように、ただクラブを動かしてあげるイメージで最初はいいんです。そのショットを打ってどういう球が出るかというのがすごく大事になってきますので、まず体の動きというよりはクラブがどう動いてるかというのがすごく重要なポイントになりますので、ぜひ試してみてください。アイアンについて結構いろいろ自分の熱い思いを言ってますけども、もうとにかくアイアンは手打ちで、いや、ゴルフのスイングは手打ちです。これがまず言いたいです。ゴルフは手打ち、これでいきましょう。ぜひ参考にしてみてください。